経済大学に経大祭でお邪魔した時にゲットしたコアラの風船のやつがあったのでつけてみました。ヤングチャンピオン20冊買った、ウェーイ、ありがとう。そう、今日はですね、ジュンジュルルルルルル、ヤングチャンピオン、これを今日ゲットしましたので開封の儀をしたいと思います。これ多分さ、広島多分1日遅れとかそういう気配で今日ゲットしました。イエーイ。ここに私のファイルが潜んでいる。これ親が買ってきてくれました。そう、九州も今日発売だった。ほんまにね、なんかあるあるよね、一日ずれるのと。ということで、あ、スクショタイム、あ、これ外してからしようか。あ、そう、ツイートしました、この持っとるあれを。ぜひ皆さん「いいね」と「リツイート」とお願いします。じゃーん、スクショタイム、これ外そうノーマルな私で。チャ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 、わー、どこにいるのでしょうか。なんということでしょう、開いてすぐに私とワンちゃんがいます開いてすぐに私とワンちゃんがすごい同じ顔しとる何この素敵な写真、素敵すぎる。わっ、いい写真。あ、私が杏仁豆腐食べ終わったお皿も見れますよい。わっ、これ大人っぽい。あ、お風呂カット、お風呂上がりの牛乳うまいなーのカットもあります。あとは果物と私みたいなのと、あとは白ビキニと、あとはなんとですね、このチェキがですね5名様に当たります。当たります、5枚のチェキ。これ広島のローカル CM っぽく言ってみた。これはですね、応募は郵便はがきの裏にこのページにある応募券を貼って、でまあいろいろもろもろ書いていただくとこのチェキが当たりますので、皆さんぜひともゲットしてください。お願いします。あ、もう一着あった。わ、
これお気に入り、このさオフショット全然ないけんさ、このオフショット載せてない気がする。なんともう今日は何日だ、は今日23日でさ、でもあと1時間したらさ24日になるけんさ、あとちょっと、あとちょっとで発売日です。そしてこのファイルもいい写真、お気に入り、ゆきゆき、こちらファイルはねいくらあってもいいですからね、ぜひよろしくお願いします。嬉しい、自分が表紙で付録もクリアファイルがついてくるなんて。そしてこれまいちゃんも載ってます。まいちゃんはどこだ、あ、いた、かわいい、お、これのスタイリングが私のファースト写真集の時のスタイリストさんだ。ちょっと前に久々に会ったんですよ、大人になったねって言われました。かわいい、まいちゃんナイスバディ、かわいいです。皆さん地方級が登場しておりますのでぜひお願いします。これはもう本当に一生もの、これいっぱい欲しい。皆さんぜひよろしくお願いします。そう、皆さんアンケートもよろしくお願いします。今日はまだコンタクトつけとるけ、おー、こんなに後ろに行っても配信が成立します。眠いよ今日は、朝から夜まで、でも空き時間あってブラブラしたり買い物したりカラオケ行ったりしました。で今日は今もう、意味がわからないぐらいお腹がいっぱいです。もう今は、あの今はもうご飯食べ終わってからどんぐらい経ったかな、3時間ぐらい経ったけ、そんな、眠い、お腹いっぱいになったら眠い、3時間経ったけ、まあ、まあまあまあって感じなんですけど、今日はお仕事の一環としていっぱい食べました。本当にいっぱい食べました。幸せ、はい、眠いぞ。
セイガンスピリットさんありがとう。水色、水。リュウさんありがとう。リュウ。釣りケンさん2冊ありがとう。ケン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 パー2冊ありがとう。サンピラーさんも2冊ありがとう。サン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 2冊ありがとう。地方コント先生嬉しい。地方コンよろしくお願いします。明日はチャートル公演、明日も朝から、明日も早起きなんですよ実は。そう、ありちゃん悲しすぎる本当に。ありちゃんの卒業マジで悲しい。メールにいろいろ書いたので皆さん読んでください。悲しいよありちゃん。めっちゃ悲しいです。本当に悲しい。やめないでほしいですね、STU 入る前から一緒で絆みたいな言い合いを昨日してた仕事で。悲しい本当に。アリちゃんの未来をめちゃくちゃ応援しています。アリちゃんが20歳っていうのはなんかもうちっちゃい頃、なんていうの、はい、STU 入ったばっかの中学生とか、え、小学生だっけぐらいの時のからちょっと成長したぐらいで止まっとるけありちゃんが20歳って聞くとびっくりって感じなんですけど、でも世間一般的に考えたら20歳ってまだまだめちゃくちゃ若いじゃないですか。だからうん、これからのありちゃんも楽しみだし、もっともっと幸せいっぱいにね、みんながなったらいいですね。ねえ、一期生がなんということでしょう。4人になるかもしれないってこと。どうしてだよ、なんでなんだよ。え、4人、やばー4人はやばいよ。
5人でもついに片手になってしまったって。 ST 大体さ少人数は6人でやるけさ、もう1期生のライブできんやん、できんというか基本が6人やけさ、6人の構成で1期生でできんやんって衝撃を受けたのがつい最近に感じるのに、てか割とつい最近だった気がするし悲しい、悲しすぎる。なんかいっぱいだなそれにしてもお腹がいっぱいだ。今日のこと多分近々というかすぐ話すと思います。今日のこと言いたいこといっぱいある今日のこと言いたいこといっぱいある2回言った。なんか怒ってそう、え、怒ってない、あの面白すぎて早く言いたいことがある。面白いというかびっくりしすぎてそう言いたくてたまらんけど、そうもうちょっとしたら言います。テレビ派じゃない、言いたいことがあるんだよ。ちゃちゃ人になったらどうすんね。でもさ、アリちゃんが卒業してしまったら、あとスクちゃん、アオイちゃん、マヒちゃん、私の4人がになるんですね、一期生が。でもなんかわかんないけど、この3人、私以外の3人をふと考えた時に、なんか当分いてくれそうだなっていうなんとなくの、なんかその3人がもうやめるのかみたいなヒヤッとすることが今までなかったから、だからなんかわかんないけど当分いてくれそうっていう感覚がなぜかしていてそう、もう減らないでほしい、増えてほしい戻ってきてほしい。小枝チョコさんありがとう。あ、コアラにも食べさせよう、ありがとうございます。うん、復活してほしい卒業メンバー、普通に復活してほしい復活も飛ぶ、うん、寂しいですね。
もうこれからのSTAYOもよろしくお願いします。締めの言葉。ね、一気戻ってくるコンサートとかエモいだろうね。したいな。まだね、誰かの卒業とかで戻ってくるとかはあっても、なんかいっぱいの全員が集結みたいなのは周年とかでやったことないから、やりたい。山ナビさん、ありがとう。たまや、あ、たまやは花火か、なんやっけ。たまややなくて、なんだっけ、たまやか、いや、なんだっけ、え、なんだっけ、もやもやする、山に向かって叫ぶ、やまびこみたいなやつ。あ、やっほーか。あ、それだ、普通のやつか。山奈美さん、ありがとう。やっほー、ありがとうございます。あ、すごい、山彦して帰ってきた、今時の山彦。コメントで、みんなあれ見てくれましたか？インスタ、さっきね投稿しました。ゴロニャーゴロニャゴーゴロニャゴーとの写真を。で、今日もペットショップ見に行って、で、私がずっと猫ちゃんの前で眺めとったら、店員さんが抱っこしますかって言ってくださって、お言葉に甘えて抱っこさせてもらったんですよ。その自慢を福ちゃんに写真を送りました。めちゃくちゃ可愛くて幸せ。え、マジで意味わかんないぐらい可愛かったんですよ。もうやっばいぐらい、もうほん本当に信じらんないぐらいめちゃくちゃ可愛くて、そう、見せないんですけど。でもめっちゃ可愛かったんですよ。2匹の猫ちゃんをお膝にやって、1匹はハチワレ、このちいかわのさ、ハチワレみたいなさ、白色でグレーのハチワレちゃんで、もう一匹は本当にニャンスケさんみたいな色のニャンスケさんみたいな猫ちゃん。瞳の色がマジで綺麗なんですよ。マジでグレーカラコン装着って感じ。ハチワレちゃんの方も、ハチワレちゃんの方はグレーとちょっと茶色混ざったお色味って感じ。めっなんか一つのあの毛、なんかガラスのお部屋に猫ちゃんが4匹いたんですけど、全員マジでもう意味わからんぐらいめちゃくちゃ可愛くて、マジでときめいた。胸が苦しかったです、本当に。やばい、目がいいってこんなに暮らしやすいんだ。本当に目がいい人羨ましい。
で、猫アレルギーの人でも猫アレルギーが出にくい種類の猫ちゃんを教えてもらって、それがにゃんすけさんに似とる猫ちゃんだったんですよ。そう、で抱っこさせてもらってクーってなりました。いや犬派だったんですけど、というかワンちゃんも大好きなんですけど、ちょっと最近猫ちゃんの猫アレルギーがそこまで大丈夫っていうのを知った途端、じゃあ話が変わってくるなってなって、今はもうこうつつけがたい、どっちも選べない。なんか不思議なもので、あんなにお腹いっぱいだったのに、まあ今でもお腹いっぱいやけど、全然ラーメン一蘭とかなら食べれるかもってぐらい復活した。くまさんさん、写真集ありがとう。これシルエットはくま、くまさんありがとう。お腹いっぱいでもなんか食べたくなる時間わかる。あと私は私的に一番なんかが食べたくなるっていう時間がお風呂上がりの寝る前の2時とか2時とかがなんか食べたいってなるから、グミとか食べる。グミラブ。2時ぐらいは分かるね。2時、ね、お腹空いて寝れないタイプ。いや、そんなこともないかも。寝れるけど、うん、夜型すぎでしょ。え、でもさ、他のメンバーもさ、割と大人面はそんぐらいに寝てそうな感じがするけどね。0時までさ、みんなショールームするじゃん。じゃけさ、女の子のお風呂は長いけさ、まあ、私が特に極端に長いんですけど、なんかさ、本当にさ、お父さんとかさ、意味わかんないぐらいお風呂早いんですよ。男性はさ、ドライヤーとか一瞬で終わるし、シャンプー、リンスとかも一瞬じゃないですか。そうなると女の子は全部の時間が超何倍もかかるから、ドライヤーとかもうこんなに発展して世界中の誰とでも電話ができるようになるような時代なのに、ドライヤーは
だこんなに時間がかかるなんて2分とかで終わってほしい。ドライヤー電化会さんありがとう。ウインクしてるアバターハートが出てる。電化会さんありがとう。眠いかもしれない。今何時だ。33分だ。そろそろ終わろうかなと思います。それではランキングを読みますわ。20位フィニッシャーさん、19位ヌルディン、38位 XYZ、 37位ヨシオンさん、16位ザキラジさん、15位プルダーグリさん、14位ヒロロンさん、13位のりふみさん、12位キョンシーさん、11位バンブーホースさん、10位おいでます元気さん、9位ミックさん、8位マッキーさん、7位りょうへいさん。ラッキーセブン。6位タカボンさん、5位おっちゃんさん、4位グリオティーヌさん、3位ツイケンさん、2位のぞみ4号さん、トゥトゥ。そしてそして第1位はピャーヤン香港さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。2位ありがとう、ありがとうございます。いろいろ告知しよう。絶賛発売中のヤングチャンピオンさん、皆さんぜひゲットしてください。そしてチェキが5名様に当たりますので応募していただきたいのと、ぜひアンケートに答えていただいたけましたらそれが今回は写真集発売と絡めて表紙をさせていただいたんですけど、そういうのなしでもそう表紙を飾れるようになれたらなと思うので、アンケートで雑誌とかだとめっちゃ大事らしいので皆さんよろしくお願いします。あと明日が写真集の1日前になりますもう本屋さんで並んでたりゲットしてもらえたりすると思うのでよろしくお願いします。フライングゲットしてください。あとその写真集のイベントがこれに書いてあった、10月25日にオンラインサイン会、10月26日に秋葉原のサイン会、11月2日に広島のであって、11月3日に渋谷であります。その予約が最中なので、広島確か終わったんかな。皆さんぜひともお待ちしております。ナナさん写真集ありがとう。ナナセミコロンさんありがとう。ミンミンミン。シュンさんありがとう。ベーベーアバターベーベー。あとは11月9日と10日に、地方コンやります。イエーイ。まだチケットゲットしてないよって人は
ぜひよろしくお願いします。てな感じでそろそろあ、スクショタイムしよう。コアラ、うつらん、そんな感じ。明日は公演、配信もあるきっとなので来てくださる方も配信の方もお願いします。じゃあさようなら、おやすみなさい、バイバーイ、また明日ね。あ、誰か写真集、エビちゃんありがとう。エビちゃんさんありがとうございます。じゃあおやすみなさい、バイバーイ。